皆さん、どうもいつもお世話になっております。岩ナビトンの岩永です。まずですね、岩ナビトンなんですけれども、なんとですね、登録者数が600名を超えまして、いつもご覧いただきありがとうございます。で、今日はですね、ちょっと最近キャプチャー1の、ビルドの、13.1.0の動画をね、いろいろと出させていただいたんですけれども、その中でもですね、まあ、あんまり PR に上がってないんだけれども、実はね、すごく使いやすくなったんじゃないかな、と感じるですね、機能があったので、そちらをね、ご紹介していきたいと思います。これね、実は、調整後になるんですけれども、前のね動画とかでも言いましたけど、このビフォーアフターモードね、結構使い勝手いいですね。元の写真がこういう状態で、で、こういう感じに私は仕上げております。このね、ちょっと仕上げ方で、このね、レイヤーを見ていただければわかるんですけれども、調整レイヤーが何枚も重なってて、で、さらにね、修復があって、クローンレイヤーも使ってるというような状態ですね。なので、レイヤーの枚数としては1、2、3、4、5、6、6枚使ってます。なので、ちょっとそれをね、調整していきたいと思ってます。よいしょ。じゃあ、まず、こちらの画像なんですけれども、まあなんでね、こんな暗くなってんのかっていうと、ちょっと理由がありまして、空の質感をね、ちょっと残したくって、まあ、後からね、手前を上げようという考え方で、当初撮影したものですね。よいしょ。なので、ちょっとだけやっていきます。はい。あ、ね、データがないと、ここはね、真っ白になっちゃうんでね。それがちょっと私はこの写真については嫌いだったっていうことです。よいしょ。はい。はい。なんとなくこんな感じですね。ちょっとクラリティとかをいじっていきます。まあ、これ基本的な調整ですね。だいたいいつも私がやっている調整になります。うん、まあ、こんなもんでしょう。はい。じゃあ、ちょっと前のやつと比較すると、うん、なんか全然違うよね。っていう話ですね。特にここのあたりとかもね、ちゃんと、まあ、レイヤーで作ったんですけれども、その方法とかを説明していくことになります。はい。じゃあ、まあ、Y は切っといていいよね。大体こんな感じかな。まずは。よいしょ。はい。じゃあ、これで、レイヤーの方に入っていきたいと思います。じゃあ、まず調整レイヤーですね。なんかいっぱいできたんですけど、トラブルです。何クリックかしたようですね。じゃあ、まず何をやるのかって考えたときに、まず空の状態ですね。この空の状態を、ある程度調整していきたいと思います。じゃあ、調整レイヤーで、右クリックを押して、で、マスクを反転。でね、ここも変わってるんですね。マスクで塗りつぶすとかって入ってるんですよ。まあ、これでも大丈夫ですね。まあ、マスクを反転でも塗りつぶすもいいし、ラスタライズ、マスクをぼかすとか、リファインマスクとかね。なんかいろいろ増えてるんですよ、ここ。地味に増えてて、かなりね、使い勝手良くなったんですよ、この部分で。で、ちょっとマスクを表示します。はい。M キーを押すとね、表示できますからね。はい。これで、空の部分をちょっとだけやっていきます。はい。よいしょ。だいたいこんなもんかな。まあ、こんなもんですよね。だいたいね。もうちょっとだけ。ちょっと、ここのあたりにかかってますけど、それはちょっと後から消そうかな。よし。じゃあ、これで適用。はい。そして、イレーザーツール。まあ、消しゴムツール使って、ここのあたりを消していきます。はい。ちょんちょんちょん。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。はい。なんかね、このね、プラシのエフェクトも変わってたりするんですよね、こいつね。意外。よいしょ。なんかここのあたりもか。ってことはちょっと広めにしてある程度大きく塗った方が良さそうですね。まあポピー畑で撮影したんですけどね、これ。まあポピー畑分かりづらいですね、これね。どこが反映マスクなのかっていう。はい。じゃあいいや。はい、これで OK ですね、大体。
そんなにね、厳密にやることないので。じゃあ、これで、もうちょっとここなんて綺麗にしようかな。よいしょ、はい。はい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 。はい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 。はい。大体こんなもんかな。よし。まあね、この前、まあテスト的にやった動画、まああるじゃないですか。この、キャプチャー1で、レタッチが完結するのかっていう動画なんですけれども、まあ、あれね、結構意地悪なものを用意したんでね。まああれが、ちょっとフォトショップの方がね、まあ使いやすいねっていう結論になるのは、まあなんとなくわかることなんですけれども、まあね、あえてね、ちょっと難しい方向に振ってやってみて、で、まあ本当にね、どこまでこの、できるのか、どこの部分をキャプチャー1に、まあ持ってこれるのかっていうことをね、確認してった動画になりますね。けど、これぐらい引きの写真であれば、実は意外と、いけそうですっていう、これですね。はい。はい、はい、はい。うん。うん、まあ今ね、結構エッジがね、きつく出てるんですよね。これがね、調整できたりするんでね。よいしょ。はい。じゃあこれでマスク作りました。はい。じゃあまず空をちょっと落としていきたいと思います。よ、はい。で、ハイライトの方もちょっと動くかな。若干のちょっと青空チックにしたかったので、まあ、多少ね。青を乗っけて、グリーンをちょっと抜いてあげるということをやってみます。はい。よいしょ。はい。じゃあ、この部分がどういう調整をしたのかっていうと、まあ、ここですね。こういう状態になりました。はい。まあ、空がちょっと落ちた状態ですね。よいしょ、よいしょ。もうちょっと引こうかな。よし。はい。じゃあ、次行きます。じゃあ、これをまず空ってしましょうか。まあいいや。わかりやすく。まあ何でもいいんだよね。はい。じゃあ、次。これを空と反転したところのマスクを作りたいと思います。はい。じゃあ、これが、調整レイヤー。で、どうやってね、この、さっき作ったマスクのやつをコピーするかっていうとですね、まずこいつラスタライズしなきゃいけないんですよ。実は。確かそう。で、マスクをコピーってやっても、実はですね、うまくいかないんですね。ちょっと試しにやってみますね。こっちはマスク書かれてますよね。じゃあ、調整レイヤー。ラスタライズしない状態で、マスクをコピーしてみます。あ、いけた。けどね、今回は、これの反転マスクを作りたいので、こいつを反転してみますね。はい。なんかここのあたりだけがこうやられるのでうまくいかないんですね。なのでこのやり方はちょっとまずいと。まあそうですよね。起動範囲で調整したっていうのが、まあ残った状態になってますから、まあね、ここのグランドのところのこの部分とかっていう設定になってくるわけですね。なので、まずですね、これと全く同じレイヤーをコピーしたい。だったらいいんですけど、この作ったレイヤーマスクを元に、反転させたものを作りたいって言った場合なんですけれども、それは一回これラスタライズを押してください。そうすると、この機能範囲とかの設定をした部分ですね。それが、まあ、適用された状態になる。ということになります。はい。じゃあ、まずラスタライズしましょう。はい。そして今度はこっち側を、今ね、マスク何もないので、ここを空の方から持ってきます。そしてこれを反転させましょう。はい、そうすると、さっきとは 真逆のね、ものができましたんで、こっちの方、グラウンドを調整することができます。はい、ちょっとね、まあわかりやすく明るくしていきますね。なので、この部分だけちょっとモノクロチックにしたりもできますしね。逆に、ここの部分に、レイヤーのね、スタイルをまあ、入れる。調整を適用で、ユーザースタイルとかをこの部分だけ、まあ、適用することもできますね。これだと。はい。なので、例えば空はまた別のものにしてとか、っていうことも、まあ、できるわけですよ。こういう感じとか。
はい。でね、今回わかりやすくするためにやりませんが。よし。はい。じゃあ、これで反転したものができたんで、今、そこの空の部分と、この、花畑の部分と人の部分ですね。それが分離できたような状態になってますから、そこを個別にこう、ちょっとずつね、調整していきます。はい。黒じゃないね。だから、この大地のとこだけ、クラリティをいじるとかも可能なんですね。これね。まあ、非常にこれはやりやすい。これね、結構、元からあったと思うんだけどね。はい。こうやってやっていきます。よいしょ。そしてですね、ちょっと さっき気になってた境目あたりをちょっと見てみましょうかね。うん、今回あんまりないか。ちょっと実験的に作ってた時はね、結構大きく出てたところがあって、まあ、何がね、一番今回便利になったか、なったと感じてるかっていうと、ここの部分なんですよ。はい、今からここ肝ですね。今回の、ものと言ってもいいぐらいです。リファインマスクっていうね。モードがあります。これでね、多少マスクの位置をね、多少調整してあげたりもできるんです。さらにですね、例えばここのエッジの部分とかがちょっときついよねっていう話。まああったりしますよね、多分。ちょっと大きく、まあ、露出とか変えていったりするとそれが出るんですけれども、この時にマスクをぼかすっていうのがある。はい、今ちょっとぼけましたね。はい、今ゼロにしました。はい、こういう状態が若干ぼかした状態が作れます。後からです。なのでこれで適用すれば、ここのエッジの部分があんまりきつすぎないね、ものが作れます。よいしょ、一回こっち、Gとしておきましょうね。はい。ただし、さっきの状態でいくと、こっちも同じようにぼかさなきゃいけないですよね。うん。エッジがきついわけだから。よいしょよいしょ。こっちの方がわかりやすいかな。ここのね、髪の毛の抜きとかの部分を見てもらえばわかるかな。よいしょ。で、マスク、リファインマスク、こっちの方がわかりやすいのかな。どうかな。はい、今ね。いいですか、皆さん。ここのエッジとかちょっと見といてくださいね。ここね、リファインマスクってやるとね、リファインされるんですよ、これ。ほら、されました。今、されましたね。はい。これでちょっと半径とかを調整してあげると、髪の毛のところの抜きが、もともとこうだったわけですよね。それが、若干調整されていくという素晴らしいツールになっております。はい、適用。で、さらにこいつを、若干ぼかすことによって、このね、エッジの馴染みっていうのをね、調整してあげることができるようになるわけですよ、これ。ほら。ここまでいけますけどね。こうすると、まあ、何やってるのかわかんなくなるんで。よし、これで適用出てきします。はい。そうすると、実はキャプチャー1の方で、ここのエッジの部分が結構派手な調整をやったとしても、まだ、全然見れるようになります。まあ、どれぐらいまでいけそうかっていうのをちょっと試しに見てみましょうか。これ空の部分だけですね。はい。まあ、どういう抜け方してるのかって、これで見れば一目瞭然。まあね、ここまでやるとさすがにね、一番効く露出ですからね。まあ、ここのエッジの部分がきつくなっていくのは、まあ、しょうがないことなんですけど。はい。まあ、今までの、まあ、前のバージョンよりも若干、このね、露出とか、まあ、派手に効くものの調整がしやすくはなってますね。はい。ね、ここでこういう状態まで持ってきました。ちょっとね、G が明るすぎんね、これ。うん、これぐらいだね。はい。なので、こうやってね、分割して、調整することができるっていうのが一つ利点です。そして、さらに、ここで、修復マスクを書きます、私は。まあ、これはね、前のちょっと挑戦動画の方でもお見せしたんで、まあわかると思うんですけれども、まあ、こうやってね、ピーッと塗ってあげて、はい。持ってきて、はい、これでゴミ消えたよね。
はい、ゴミ取りまで可能。はい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 、まあ、ここでねざっくりとそういうことやりましょう。ちょっとなんかここの雲やらしいんだよね。えい、いなくなっちゃい。うんね、こうやってこう綺麗に馴染んでくれるんでね、非常に楽になりましたね。前のよりもね、前のバージョンよりもかなり楽になった状態です。はい、なんかうまくいかなかった、ね、まあいいや。で、あとはちょっと肌の修正とかかけていきます。はい、よいしょ。まあちょっとね、今クローンレイヤーの使い方ってどういうことなんだろうっていうのをね、今私の中で自問自答してまして、なかなかね、難しいとこなんですけどね。はい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 、いろいろとなくなりましたね。はい、よいしょ。今ちょっとだけレタッチをかけてるような状況です。よいしょ。はい、まあここのあたりのゴミ取りはね、最終的にフォトショップに持ってった方がいいんだろうなと思いますね。はい、じゃあこれでまず修復、まああらかたのゴミ取りが終わってねえや。こっち、はい、うん、まあ終わったような状況になります。はい、じゃあ次部分的にちょっとこっちの写真を見てもらうとわかるんですけど、ここにねちょっと、明るいライトをちょっと入れたような状態にしているので、それを作っていきたいと思います。はい、じゃあこれ調整レイヤーですね。ちょっとハイライトなんで H ってしておきましょうね。はい、よいしょ。じゃあ、これを若干作っていきます。はい、結構この使った感じなんですけど、マスク機能とかについてはね、やっぱり、まあ、キャプチャーワンかなり優秀ですね。まあ、フォトショップでやるよりもなんか早い気がするっていう、まあ良さが、すごく出てきたなという気がしますね。まあ、特に私がお気に入りこれなんでね。はい、これでちょっとだけこうします。はい、よし、こんなもんかな。まあ説明なんでざっくりですね。で、そこでちょっとハイライトをちょっとだけつけてます。はい。まあちょっとやりすぎたね。はい。よいしょ。はい、キャンセル。はい。そうですよ。はい、あ、そうですね。ん、うん、なんかおかしくなった。はい、キャンセル。あ、なるほど、なるほど。で、M をちょっとこれマスク、今、ここのあたりとかまあ出てるんでね、多少ちょっと軌道範囲で調整してみましょうか。よいしょ。こっちはダメだね。ってことは、これ軌道範囲で調整できない範囲だな。そうね。やりづらいとこやね。はい、OK、適用。じゃあ、ここはもう消すしかないですね。ここの髪の毛のとこね。はい、じゃあこれやって消していきます。はい。まあ多分こういう時にリファインマスクとかもね、多分使い勝手は良くなってるんだと思います。まあまあ、こう多分ここのあたりの抜きはね、赤と緑って、まあ軌道同じなんでね、そこは難しいだろうなと思ってます。これがね、まあ、色基準でやってくれたらいいんだけど、まあ、抜けてないよね。それはね、それはそうだよね。うん、モノクロにした時にね、赤と緑って同じなんすよね、輝度が。うん、そういう意味合いでね、結構難しいものを今回ちょっと用意はしてるんですよ。マスクしづらいもの。輝度によってマスクがしづらい写真は選びましたけど、うん。よいしょ。まあね、こうやって、こうやって。まあ、これぐらいね。フォトショップでマスク描くことに比べたら、まだまだ。楽かなと思いますね、ほんとね。うん。まあ、なんかね、このマスクデータをね、そのままフォトショップに持っていけるとかね、そういう方法あればいいんだけどな。誰かやってたような記憶はあるんだけど、ちょっとやり方が思い出せない。はい、じゃあ、もうちょっとだけ調整していきますね。はい、それでシャドウを上げます。はい、よいしょよいしょ。 OKOK。 でちょっとだけこう下げましょうか。よいしょ。ちょっとエッジがきつくなってんなって言った時ですよね。ここのあたりのちょっと
エッジがですね、ちょっと私気に入らないので、ちょっとだけリファインかけてみましょう。はい、リファインマスク。どうすか。まあ、こんなもんでいいかな。これでどうなったかちょっと見てみましょうか。うん。ああ、比較的なんか治ってきたね。はい。じゃあ、これでちょっとハイライトを今作りました。はい。よいしょ。そうするとね、まあ、こっち側から光が来てるようなね、印象を持たせることがこれでできましたね。はい。じゃあ、バックグラウンドで、ちょっとだけサイド上げます。これね、全体を調整するとか、まあ、ここはね、おのおの、まあ、やりたいことによってやってください。はい。どう？まあ、ちょっと違うけど、まあ、大体なんかやりたいことは似たようなものでね、ちょっと空が多少、落としすぎたかなぐらいですかね。なので、まあね、これぐらいまではできるわけですね。毎度のごとく見せてますけど。ちょっとドン点でもね、若干明るめのドン点にしたいっていうのが今回の写真ですからね。はい。じゃあ最初からどんな感じで変わったのかっていうと、こういう感じですね。はい。これぐらい変わりましたというところですね。はい。なので今回ちょっとお伝えしたかったっていうのは、マスクの中の右クリックをして、まずマスクをラスタライズすることが、まあ前からできたんですけど、それが可能。で、ラスタライズをした上でマスクをぼかす、再度マスクをの範囲を、調整する、輝度範囲で調整する、マスクをコピーする。とかね、そういうことができるようになっております。ぜひぜひね、キャプチャー1で。見ていってもらえればと思います。まあ、ここまでできれば、あとはもうこの肌の質感ちょっと直したりとかね、するぐらいで、いいですから、まあ、ほぼほぼ老現像ソフトで終わるのかな、という気もします。さあ、じゃあ、もうちょっとだけ調整していきましょう。まあ、せっかくなんでね、ちょっとだけやり方を、もうちょっとやりましょう。はい、基本。はい、じゃあ、赤の部分の再度変えます。はい、ちょっと明るさを。明るさをちょっともうちょっとね、独特しい赤にしたいんでね。多少ちょっとオレンジ目に振りましょう。はい。で、グリーンなんですけども、ちょっとだけ息のいいグリーンの方がいいんでね。はい、息のいいグリーンにしました。で、まあ、再度上げるなりなんなりしても大丈夫ですね。全然。もうちょっとグリーンだけ深くしたいよって言ったら、こういうことも可能にはなりますから。これはカラーエディターの基本ってところにあります。はい。じゃあ、どれぐらいやったのかをちょっとだけ見ますね。はい。ちょっとなんかこう、ケバケバしい赤がね、明るすぎたりしたのをちょっと抑えたって感じですね、今回。はい。こういう状態。まあ、もうちょっとやりたいよっていうんであればね、オレンジのところだけちょっとだけこう赤と分離させるように動かすとかね。そういうことも全然ありだと思います。ちょっと明るめにしてあげて、ここの 鼻の質感をちょっとだけ出すとか、ここのハイライトの部分もうちょっと際立たせるとかね。そういったこともできますよね。はい。で、あとはまあちょっとスキントーンを整えるなりすれば。ちょん。はい。ちょっとだけ明るくしていきましょうか。せっかくなんでね。よいしょ。もうちょっとこの赤に対しての血色をよく。で、色相をちょっとだけずらします。こんなもんか。で、均一化をちょっとやっていきましょう。はい。サイドもちょっと均一にして、明るさのムラもちょっとなくす。はい。よいしょ。じゃあ、スキントーンがどれぐらい効いたのか。うん。まあ、こんなもんですね。はい。うん。よし、OK。はい。なので、まあ、作品によっては、ある程度もう仕上げることができるようになったってことですね。うん。素晴らしい進化。いや、本当にね、これから、なんだろうな、フォトショップが、本当のゴミ取りツールになりかねねえなって。
ていう思いは多少ありますね。うん。それぐらい結構私は優秀なもんだと思ってます。書いたよね、俺。はい。はい、書かれて、書いてますね。はい。うん。まあ、これがね、ローデータでやる意味って何っていう話もあるんですけど、まあ、ローデータの方がね、どうやってもデータの、まあ、残り量とか、残ってる量がね、かなり豊富に残ってるんで、まあ、ロー現像でね、やった方がいいんじゃないかな、とは思いますね。なので、もう一度ちょっとおさらいします。はい。じゃあ、ここで、はい。この、ラスタライズっていうのは、この輝度範囲で調整したマスクを決定するよっていう行為です。でマスクをぼかすっていうと、マスクのエッジ部分ですね。例えば、ここのあたりを、こう、きっかりきっかり書いて、このエッジがちょっときつく出るねって言った時に、マスクをぼかすことができます。はい。そして、リファインマスクは、マスクの、このエッジの部分を若干調整することができるようになりました。以上の3つです。はい。これがですね、いろいろとね、動画を出して、いろいろ試してみて、発見したことです。まあ、毎度毎度、ね、キャプチャーワンさん、ちょっとね、PR のポイントずれてんじゃねえかなと、個人的には思ってますけれどもね。まあ、岩波トンではですね、まあ、こういうキャプチャーワンの、まあ、裏テクみたいなね、まあ、ものとか、あとは、なんだろうな、まあ、私の作品紹介だとか、尾藤さんの作品紹介、まあ、変な機材紹介であったり、写真集、おすすめの写真集について語ってみたり、写真談義してみたりっていうね、そういう、なんかこう、まあ、いろんなね、要素に含まれたチャンネルになってますので、もしもね、ご興味あれば、ぜひね、チャンネル登録などしていただけたらなと思っております。それではですね、今日の動画はこれぐらいで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、評価の方もよろしくお願いいたします。岩波との岩永でした。失礼します。